リンゴジュレとリンゴ。それは何ですか？まあ、意味わかんない。なんと、かわいいクリオネグミです。これは流行ってますか？わかんない。パパも初めて見ました。さて、カウボーイグミです。流行ってるのか流行ってないのかよくわかりませんけど、かわいい、かわいい、見た目はかわいい。うん、匂いもうする。うん、味はリンゴです。リンゴと、うん、リンゴジュレ。ジュレ、はいはいはい、かわいい。全部出す、かわいいよ、これでとか。あらクリオネですか、これは。クリオネだよ、確かに。ちょっとクリオネ感が、ここにハートがちょっとよく分かんない。顔はない、顔はないだけど、うん、確かにちょっとクリオネ感がありますね。うまっ、いける。うん、ちょっとこれとはなんかちょっと違う感じがするけどね。で、周りが白い。うん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 、意外と、うん、赤の、そうだね、赤の割合が多いね。うん、噛んだ瞬間、ガムのこれが出て、うん、あの周りのグミはめっちゃ硬い。硬いグミでした。めっちゃ詳しく言ってる。痛みより美味しいよね。でも当たり？可愛くない？これ形。うんうん、ね、形可愛い。まさにクリオネが泳いでいるかのようなグミでございます。ということで今日のおやつ紹介でした。バイ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 。じゃあね、バイピー。